さあファーに上げていくのか、藤原が狙うのか、いや尾崎だ、ゴールキーパーパンチング、このボールを拾う、ふわっとしたボールを入れた、ヘディング、おー、決まったか、決まりました、決まりました、もう出たのかというところで、最後19番の本当に園田らしい、練習ではこういうシュートは打たないシュート、それを打つのがまあ園田という感じなんですが、今シーズン通算17ゴール目、得点王です。素晴らしい園田らしい、チームとしてはこれで通算55点ということになりまして、今日はこれで2対0、1人ちょっと痛んで